はい、どうも、岐阜県に到着しました。ヘンチでございます。今回はこちら、岐阜県恵那市のおばあちゃん市山岡というところの道の駅にやってきました。はい、こちらですね、なんといっても巨大な木製水車ということで、こちらの水車でございます。とあと織川ダムというのも有名で、ダムカレーというのもフードコートに出ます。他にも、口コミで話題のお袋の味定食や、寒天ラーメン、寒天ぜんざいなど、たくさん種類がございますので、後で食レポをしていきたいと思います。じゃあそれではですね、岐阜県初の道の駅ということで、早速レポートしていきたいと思います。レッツゴー、レッツゴー。はい、まずペットの服、炭治郎も炭治郎から、それからさっき飲んだよ。はい、店内ちょっとザーッとして、こちらおすすめ商品、細寒天でございます。寒天の特化したものばかりとおります。っていうのも、岐阜県の山岡市が寒天の生産で日本一、全国シェアは8割を超えることで、それで寒天が多い。でまたこうやってテレビに出てるね、鶴瓶の家族乾杯あって、これ食べたいと思います。たくさんある種類が、おい、なんかすごいな、日記水、思い出の味、一本飲みます？緑買うか、じゃあ緑買うか。じゃあちょっと後でこれ感想聞かせてよ。うん、ちょっと後で飲んでみるか。あ、飲んでみる。じゃあ後でこれ食べます。気になるんで、ケーキ、あと先ほども瀬戸でも紹介しました、こちらの油揚げもおすすめでございます。まあフライパンで焼くだけでっていう、まあ美味しいです。すごいやっぱ寒天に特化してることもあって、うん、これ限定だね、これ。あってお前、まあ、体にいっぱいあるね。ゼリーの素とか、そばも、コーヒーゼリーも、もう売れちゃってんのかな、だいぶ。っていう感じでございます。食事どころ来ております。営業時間が11時から14時。これが一番人気。で、寒天だ。おばあちゃんだったのか。まあ、3つから選べね。さあ、早速、定食終わった？マジか。はい、じゃあ食レポしていきたいと思います。今回はこちら、寒天ラーメン単品ということで、お一つ550円。ラクッとです。550円でございます。で、寒天ラーメンと、天ぷら、あと漬物がついて550円でございます。それではいただきます。寒天が有名よね、細寒天。いただきます。この細寒天つるしてて、水分いろんなめつゆのような味です。優しい味です。すごい、美味しい。天ぷらをちょっと大葉いただきます。うまい、うまい。定食が残念ながら売ってなかった。ちょっと早めに来るといいと思います。はい、以上です。チェスチェス。でかいでございます。天気がいいわ。青いね。青い空。は
最高の天気に恵まれ、岐阜県初道の駅でございます。いいね、最高です。最高最高。これが邪魔するんですか。うわ、すげえ、高っ。おお、天気最高だ。最高。天気がいいとね、天気悪いとあんま良くないかもしれないけど、今日快晴だもんね。快晴です。はい、こちらの寒天ソフトですね、4月下旬から10月下旬までとなっておりますので、その期間の時に来ればぜひ食べてみてください。じゃあスタンプ押していきたいと思います。はい、じゃあ押していきます。お、初寄付。行くぜ。おー、あとはどれだ。ジャフって書いてある。あ、これだ。なんでこの短いの。この押しづらさ半端ない。押せてるかがわからない。お、Okay. こんな感じです。はい、お願いします。じゃあ、それでは、こちらの、ミッキー水。ジャンキー。ミッキー水、じゃあ飲みたいと思います。はい。待てよ、勝ったらどっち。あ、勝った、選ぶ。選ぶ。最初はグー、ジャンキー、ほい。こっち。多分、イチゴじゃないか。何も書いてないでしょ。いや、メロンとイチゴも何書いてなかった気がする。こんな感じ。これちょっと待てよ、俺これ無理かもしれん俺。ちょっと待って、これもう、あの、もう匂いは無理よ俺これもう。やべえ、何これ。これ次嫌い。うわー、なんかシナモンみたいにする。俺なんか、うわ。これ無理俺。これ無理。はい、じゃあ終わります。お、すげえ飲んだ。そうわ、これはやべえ。やべえ、匂いから、あ、もう無理だってなった。仕方ない。いや、これシナモンの味する。そうだ、一気だから。これは俺無理だ。すいません、ちょっとリタイアです、僕は。ちょっと、あれ、あれ、全然メロンの味しなかったです。ありがとうございます。色だけでした。ありがとうございます。はい、それではですね、道の駅おばあちゃん家山岡にやってきました。で、もう後ろにある通り、この水がめちゃくちゃでかい。で、あと天気にも今日恵まれ、見てください、あの川。すごい綺麗ですよ、もう。最高に綺麗。ぜひ皆さん来てくださいね。でまたあとね、おふくろの味定食食べたかったんですけど、まあ、営業時間内にはいたものの人気があるがためにもう売り切れてたので、皆さん気をつけて、まあ、前もって、まあ、早く来ていただけると食べれるとは思います。はい、じゃあぜひですね、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。